あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。それで今年最初の役員会についてその概要、報告をさせていただきます。まず、岸田、総理総裁から、昨日、伊勢宮に参拝をしたと。今回変異株の影響もあるので、閣僚も同行せず、一人で参拝をしたけれど、晴天に恵まれ、すがすがしい気持ちで参拝をして、いい一年にしたい、そのように誓ったという話であります。そのような中、先ほど、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射した、極めて遺憾である。この事態を受け、私、岸田総理から、全力での情報収集分析と、国民への迅速的確な情報の提供、航空機、船舶等の安全確認の徹底、不測の事態への万全な備えを指示をしたと。これまで以上に緊張感を持って、警戒監視、強めていくという話がありました。また昨年末から最大限の、警戒心を持って状況を見守ってきた、オミクロン株は、市中感染の発生が、各地で明らかになっている。G7 で最も厳しい、水際対策で、時間を、稼ぐことができ、国内体制、の整備、3回目のワクチン接種の開始、無料検査の拡充、経口薬の確保、配送など、国内感染の増加に備えるための、準備を、進めることができている。今後は水際対策の骨格は維持しながら、対策の軸足を、国内対策へと、移していきたい。感染の急拡大が確認された地域においても、症状に応じて宿泊、在宅療養も活用して毎日の感染急拡大期にも医療の逼迫を招くことがないように取り組んでいくと。また今年はコロナを克服して経済 V 字回復を成し遂げ、さらにそのチャンスを捉えてグリーン、デジタル、人への投資といった経済社会の変革に向けて大きな一歩を踏み出す1年とする決意で政策運営に取り込むという話があります。首脳外交、これも重視をしていきたいと考えており、オミクロンの状況も見極めて本格化したいという話であります。普遍的価値の重視、地球規模課題解決に向けた取り組み、国民の命と暮らしを守り抜く取り組みの3本柱からなる新時代リアリズム外交を進める。さらに自民党改革も待ったなしでありまして、私を中心にですね、私というのは幹事長のことでありますが、を中心に国民の期待に沿って大胆に推し進めてもらいたいという話がありました。また憲法改正は国会における活発な議論と裾野の広い国民議論を両輪とし、力強く進めていただく重要な年になると考えている。最後に参議院選の勝利、これは政策や外交を進める前提として、政治の安定、政策課題ので結果を出すために不可欠である。日本の将来を決める戦いであるとの覚悟で臨んでいきたいという話がありました。麻生、副総裁からですね、参議院選、の勝利、これがさまざまな、課題の解決に、つながっていく。オミクロン株の市中感染の影響にも、注視をしながら全力で取り組んでいきたい。また株価につきまして、自分が財務大臣の時、こんな上がったことはなかったんだけれど、株価、第8回で500円以上、上昇した、世の中の、期待も大きいんではないかな、それにしっかり、応えていきたい。岸田総理を先頭に、明るく、取り組んでいきたいというお話がありました。私からはですね、
今年も岸田総理を先頭に党は政府と一致結束して国民の声、地域の声をしっかりと国政に反映させていきたい。また今年は年始から沖縄の名護市長選をはじめとする重要な各級選挙、そして夏には参議院選が行われる、まさに決戦の夏になる、そういう思いで党の総力を結集して勝利に向けて全力を尽くしたいとお話をしました。丁寧にかつスピード感を持って党運営、そして国会運営に取り組みたいと思います。そんな中で昨年来、積み残しになっております、文書通信費についてでありますが、各党より、提案をされております、日割りの問題、そして文書通信費の、対象をどこまでにするか、こういったことについても、共通認識を、作っていく必要がありますが、その、文書交通費の、公開の在り方、さらには残金の処理についてですね、各党との、協議の枠組みの立ち上げ、自民党として、提案をして、積極的にこの協議を前に進めたい、こういう話を、させていただきました。高木国対委員長から、7日金曜日に、議運理事会を開き、官房長官から、17日月曜日に、通常国会を召集する旨の伝達を受けることになっていると。本予算を確実に年度内に成立をさせ、すべての、提出予定法案を仕上げて、参議院選挙に向けて、弾みを、つけていきたい、こういう話がありました。文通費の問題については私の発言をしっかりメモ取ってましたので、その方向で進めてくれるんじゃないかなと、こんなふうに思います。参議院の岡田国対委員長からもですね、同じように通常国会の召集についての話がありました。夏に、参議院選があると、その前の通常国会ということになりますので、衆議院、そして政府と連携して、国会運営に丁寧に取り組み、参議院の勝利につなげていきたいという話がありました。関口参議院会長、いよいよ参議院選挙の年となった、勝利に向けて全力で取り組んでいきたい、また昨年末に山田修司君が、議員辞職をし、会派所属、議員数は110名となったという報告がありました。世耕幹事長からは、夏の参議院選挙の勝利を目指して全力で、頑張っていきたい、そこの中でも特にですね、さまざまな声、不安に、寄り添う、現場に足を運んでですね、そういった声を吸い上げることが極めて重要であると考えているという発言がありました。また大変心苦しいけれど、石川県、4月にですね、参議院の補欠選挙ということになり、この勝利にもですね、取り組んでいきたいという話がありました。衆議院と、緊密に連携して、通常国会、特にですね、予算委員会の準備を行っていきたいという発言がありました。遠藤選対委員長からはですね、今年は1月16日、告示の、沖縄県、名護市長選、南城市長選に始まり、4月の、参院石川の補選、そして夏には第26回参議院選挙を中心に、さらに秋の沖縄知事選挙など各級重要選挙が目白押しになっている。新たに参議院の公認申請になった福島の星北斗氏、そして神奈川選挙区の浅尾圭一郎氏の持ち回り手続きを開始をした。新人1名と現職1名ということになります。本年も我が党の総力を結集して各級選挙に向けて取り組んでいきたいという話であります。高市政調会長、本日北朝鮮が飛翔体を発射した、詳細な分析には時間を有すると思うが、
政調としても政府と連携しながら状況を注視し必要な対応を取っていきたい。新型コロナウイルスの感染が確認されてから間もなく2年となる。今年こそ反転攻勢の年としたい。また今年はフランスの大統領選挙、米国の中間選挙、中国共産党大会をはじめ国際社会もさまざまなイベントを控えており、世界が大きく大いに動く1年になる。気を引き締めて臨みたいという話でありました。そして参議院選挙、今年寅年でありますが、60年前、水の絵虎になるんですが、60年前の水の絵虎は、池田隼人政権の時代であって、その時の参議院選挙では、自民党が69議席、そして、野党第一党の当時の社会党が39議席ということで、自民党として、池田政権、大勝利を収めた。今回も大いに、躍進できるよう、政調としても精進をしてまいりたい。政調では当面、法案審査を中心に、議論を行う。今年1回目の精進、18日木曜日を、予定しているという話でありました。福田総務会長の方からですね、2月の中旬までは予算関連法案、さらには3月の党大会にかかる案件等の審議を中心にですね、総務会を開いていきたい。今週は総務会の開催予定しておらず、18日が最初の総務会になる予定だ、こういう話でした。それから木原官房副長官の方からですね、北朝鮮の飛翔体の発射について、現段階でのですね、掴んでいる情報についての報告がありました。発射時間、8時07分、そして、通常な、飛翔経路であれば、大体500キロメートル飛んで、日本の EEZ 外に着水した、このように推定をされるけれど、さらにですね、情報の収集、分析を進めたい。いずれにしても、今回の、ミサイルといいますか飛翔体の発射、これは極めて遺憾な事態と考えている、このような発言がありました。役員会につきましては以上です。ご質問なかったか。あの、ご紹介など北朝鮮についてですけども、今後党として何か対応検討されているようなことがあれば。基本的にですね、これ言っていますと対北朝鮮の対応、政府が中心になって行っている。党としても連携をしながら、また政府の対応についてですね、しっかりとバックアップをしていきたいと思っています。いずれにしてもですね、発射されたミサイル、発射されたものが飛翔体、これがミサイルであれば、国連安保理決議に違反して、地域の平和と安全を脅かす、暴挙でありまして、断じて許容されるものではないと考えております。引き続き、政府とですね、緊密に連携して情報収集を努めるとともにですね、しっかりした、体制を、築いていくということが重要だと考えています。参議院選についてお伺いします。今公認候補者の選定が進んでいると思いますが、いつまでに全体の候補者を選定するご予定であるのか、また勝敗ラインについても幹事長の考えをお聞かせください。地域によって、事情が間違ってくるところがあります。宮城等等につきましてはですね、最終的な結論が出るのはおそらく4月になる、特殊事情もありますが、できるだけこの1月、2月にですね、各地の、候補者を決めていきたいということで、福島も、決まる、神奈川の2人目も、決まるということでありまして、32の、1人区でどう勝利をするか、それから、2×4、2×4 というのはですね、2人出すところ、北海道、それから千葉、東京、そして神奈川、
この2倍4でどうですね、勝ち切っていくか、このことを極めて重要だと、まあ、こんなふうに考えていますが、党としては当然、党が公認する、まあ、全て の候補者の勝利に向けて、全力で取り組むと、まあ、いうことでありますが、安定政権を維持する、その下でさまざまな課題にですね、しっかり対応し、結果を出していく、こういうことを考えましたら、参議院においてもですね、過半数を維持する、このことが極めて重要であると考えています。自民党の武井俊輔議員が去年6月に車検が切れて外出保険に入っていない自分の車を秘書に運転させたとして書類送検されました。秘書の受け止めをお伺いします。事実であるとしましたらですね、極めて遺憾である、このように思っています。こういった問題につきましてはまずですね、本人が、しっかりとですね、説明責任を果たすということが重要だと思っています。よろしいですか。大臣分の委員長、先ほどの過半数を維持するというのは、はい、過半数を維持するというのは自民党単独でなのか与党で過半数なのか、与党です。よろしいですか。お願いします。